おはようございます。皆さんおはようございます。タイムのエナジー時刻は2019月13日月曜日の午前10時52分です。今日は特にお世話になりませんが、あ、昨日の結論で何か変になりました。またテレビ番組に発信しているようです。毎週何問通りの問題ですよ。昨日の問題はさっぱり分かりませんでした。かわいい。あ、私とは人気なテレビの感想なんてすみません。それでは本日も良い日をお過ごしください。ありがとう。かわいいよ。結婚しよう。DJ コーみたいな帽子取ってんな。手紙呼びよう。何十分聞けたのか。さあ、イースターが終わって手段なくしたんですけど、あのこれ俺これ作ってたんだね。編集時代思ったんだけどさ、これ散々作ろうかなって作らなかったんだけど、結局作ってたみたいですね、最初の方に。なんでね、それも後で食べに来ますか。聞けとうにかは怖いから、キソング。はい、おなんかこれのんきだな。まあいいか、これで行きますか。さあ、もう月曜なので、その視聴点で株価を見ていきたい。選択 OK。 月曜日の午前中なんで、91秒で買ったんで、はい、これ何？猫草か。かわいい。かわいい。ザックにあげるか。これ砂時計でしょ？はい。で、これがあれだよね。コース。コースビール。これ持ってるな。で、隣は、初時計？クルッポ？初時計だね。昔初時計家に実家にあったな、懐かしい。しかも、こいつ似てるやつが、実家にありましたね。はい、よし、じゃあ、買うか。うわっす！そんな安いことあんの？これは今日午後もやんないといけませんね。安すぎでしょ。よし。あ、チューリップ季節だからね。チューリップを買いたい。自分1個でいいか。あんなの花だけんだよな、今作は。お花が高いからね。いこう。で、よくあるから、ね。名前、どれくらいになかったのか。ブルーストライプの壁紙、レトロの花川の壁紙、ブルーキュートの壁、ジョイントマットの床、白いシンプルカーペット、黄色いフラワーフローリング、波模様の床。なんだ。ここで、前も言ったけど、壁、なんだ、壁とか床とかの張り紙、一回も買ってないじゃん。ゲンジ君はいない。散歩か。遊びに行くぞ。ゲンジ、はい。あ、道行くな。これ、花に止まってるし、全然捕まってないからね。捕まっていきたいですね。ゼニーテンス。いない。上行く？ジュニーそうそう来てる以降なんですよね。2回目がすごい早く。来てるね、あれ。もう2日後向こうくらいに来る。合流してからね。今日なんか一緒な気がすんな。気がするだけだけど。イースター終わったからな、やることも減ってきましたね。あ、またローランがいる。ローラン。ゲンジ君がいないんだ。いなかった。ゲンジ君いなかった今。いた。ゲンジ
聞いた、よかった。うん、見間違えた、よかった。よし。ラグ買うか。じゃあ、Lサイズ買います。Lサイズ買ったくないからね。で、これ引っかかる点がもらえるはず。ゲームするセーフかな。あんた気に入る Lサイズです。よかった、よかった。さらに引っかかる点も全部するです。ラグ買ってもらって。で、5枚セットアスリーのサブラムしかして、手に切る。3枚。これでもう6枚いそうですね。じゃあ、あ、そして、かわいい。じゃあ、このいわゆるベストボトムのドラマの、そうか。ティアノサービスの、ブルーコーダー。あ、ティアノさん、こんなところやってるんで。あら、ご機嫌いかがですか、そうね。おしゃべりして。今日も一緒に張り切っていきましょう、そうね。今日も一日頑張るぞ。チョウちゃんが家にいるね。チョウちゃん。チョウちゃん。お、今日は何してんのか。こんにちは。よく来てくれたね、でね。話に来たよ。そうそう、来たよ、来ますし。パチンコで興味し、パーン。で、一応続けておけたんて、あ、パチンコっていうか、普通のあっちの、現実世界のパチンコで当たったのだと思ったけど、そういうふうに、パチンコの味付けって意外に普通だよな。人見知りさん来たら出るじゃんな。昨日特に、風船のつつきがするな。いいよ、調子に乗りました。今日はね、困ってたつもりだ。あ、痛い。かかるんだけどな。次は、何を貼ってやりたい。登録は増やすのかな。こんなの行く？あ、そうやないか。ヒゲサンバみたいな名前だわな、どうせ。すごいサンバみたいな曲調で歌いましたもんね。何すんだっけ？何すんだっけ？なんか仕事して思い出し忘れてた。あ、そうだ。石川県を一人に行きたいんだ。石川県。あ、今。さあ。先に楽譜引いちゃうか。この辺まだ余ってるな。これなんだっけ？あ、イースターカブームか。あー、かわいい。あの、ごちゃごちゃした壁紙もいいけど、これ収納しとくか。で、これが、青いキリムのカーブ。キリムって何？え？砂大きいの。え？え？じゃあ、これ。はい。でかっ思った以上でかかったな。こんなでかいんだ。いいね。いいじゃん。嫌いじゃない。この色が違うのが実家の、また実家の話になってるけど、実家の絨毯に似てますな。でかいな。イースターグッドにしとく？これをこっちで。で、青いアンドマット。いける？さっきの。黄色いアンドマットです。いけた。いいじゃん。これは、さっきのキーソングだね。よし。これでいいんじゃないですか。で、引き出し開けて、今度の引き分け、ゲット取り出す。OK。よし本邪魔石川県をローランドに行こうじゃないか。ローラン、ローランキャンプ大爆笑な。あんなに弱く殺到してて、あのタヌキが来たのに全然いないじゃん。ローランドに行こうじゃないか。引き換えたい。はいはい、承知してです。これが見かけちゃいないのか。まあ、床は基盤床をお前買ったんで、壁紙にしようか。で、ひかるくんご覧になるです。お願いします。かわいい、手先バッグ持ってます、天使ちゃん。ちょっと仰天するです。あんたから座ってドキドキ。痛い。痛いな。先に、
組ボーナス入れとくか。どうも。あ、パソコンの中は読書ですか、ザンキさん。しずえさん、こんにちは。あ、かわいい。ごめんね。あ、カメガムがある。おい、ハニカムタイルのカメね。持って帰ろう。ちなみに私がよく言ってるハニカムっていうのは、小倉優さんの歌です。はい。小倉優知ってる人いるかな、この実況の視聴者さんに。ぜひ聞いてみてください。おすのがみんご。グランダイって何これ？これすげえ。下から当てるのか、なんか、ナイトプレートがないそうじゃん。いいな。アーキャップ、スポーツサングラス、オラー T シャツ、ハイ T シャツ、レインシャツパンツ、レインブーツ、キキシャツ、買えねえ。買えねえよー。買えません。はい、よし。うわ、誰も反応してくれなかった。悲しい。悲しい。今日はユーとローランを行きたい行きたいしてるけど、つまり羽生くん、今日は何で遊んでる？はい。あ、今日って日本なんかな？とりあえず、スキッと増えてますね。頑張れ、みんな。よし、ただいま。壁を2種類もあったからね。せっかくインスタの鏡したばっかだけど、ちょっとこうしまっとこう。収納して。ドンチョウの壁。まず、青いハニカムタイルの壁。うわぁ。うわぁ、なんか青ねぇ。あ、でも、カープとは合いそうだね、これとは。なんか、怖くないな。怖いな。なんか、でも、なんか、なんだろう、なんでもいいんだろう。うん、入ってくるか。そういうハイテクななんか施設みたいな鏡っすね。説明ができない。で、ドンチョウの壁。ああ、なるほどね。面白いこれ。まだないし。全部カーテン仕切ってんのか。面白いこれ。あ、タペストリーがめっちゃ似合う。この部屋には合わねえな。やっぱ、イースターの壁紙かな。とりあえず、ドンチョウの壁は、収納しよう。青い葉にかぶたいの壁も収納しようか。よし。で、あとは、イースター紙も収納して。OK。魚の網はどうしよう。これも、収納しちゃうか。あ、さらにね、結構最初の方から持ってるけど、アサリ多分、巻き餌で使えるんですよ。DIY で。そのまま巻き餌を使うと魚が寄ってくると思うんですけど、あ、タイミング逃して、釣り大会の時に使えばよかったなぁ、と思ってる所存です。じゃあ、化石の鑑定をお願いしようかな。ローランが来てるけど、他に住民は、住民とか、他人は、来てないと思うんで。あ、あれあれか、いつものトンボか。アップルってなんかプースケとか見ないっすね。アジャックも見ない。アジャック見るのか。アジャックも気になるな。ヘイジャー。壁というかなんか会社みたいなもうだったかね。うわー、すげー、なんだこの部屋。うわ、すげー、かっこいい。ファックスあるし、電話もあるし。うわ、オフィスじゃん。こんな無人島に。うわ、コーヒーもある。金庫もある。これ、理科の実験に見たな。ジャック。うわー、かっけえ。なんか、症状があんな。すごい、症状もらったんだ。時計も、すごいな。ウォーターサーブもあるし。ジャック、いい家住んでんじゃん。おや、来てくれたんだね、一気に。遊びにしよう。今日の君のファッション。なんていうかシンプルだけど、清潔感があっていいんじゃないか。
ありがとう、DJ コーンの帽子と、パイロットサングラスと、布マスクと、次の、ジャスティンプロデュースの服と、イースターのリュックと、ジーンズ着替えますよ。なんだかんだ、そういう服は1年も経つんでね、き。ほんと？持ってみる？やった。あ、見えない。チェック見えない。俺のカメラ操作が、不安定だったばかりに。もいいのかアップルさんもいいのかな、みんな見えるんだ。ゲンジ君とティアミさん以外見えるんですね。 DIY してるのかな。こんにちは。 DIY してる。いや、うん、いい感じぞ。あ、聞くことは消さないで。平凡系の声はアップル何してるの。これね、サウナストーブを作った子なんだよ。サウナストーブ、昨日今から作ったのを作ったのを作ってるんだ。僕が面白いってサウナストーブ作り方、君につなげるか。プスキー、そこが怖いからやめて、教えて。任せて。準備をしたら、わさびが好きなんだ。わあ、ありがとう。僕が作ったのか、僕が作ったらそんなできちゃうよ。プー見てみるか。これはウィリアム・ウォーカーも作ってる、サウナストーブ。サウナストーブ、サウナにあるストーブ？サウナ流行ってますもんね。よし！あ、すげえ、石鉄鋼石木材、もうすぐ作れんじゃん。なんだかんだすぐ作れそうだね。ここまで必要なものではないけど、いいじゃないですか。アップちゃん、アップチュワーン！アップチュワーン。あ、何もしてない。何もしてないと逆に怖いな。こんにちは。遊びに来てて、あたり髪切れよ、切れよ。つけ回しても。早くその皆さんと言われたら気持ち集中狭くてんだけど。あんたかもう聞かせなくていい。何、個人情報は。ダメよ。てわけで、何をしてもらっちゃおうかな。うん、それじゃあね。ひまちゃん、音楽すごいからね、口の。ヒュン。ホップス、ヒップホップ、アニソン、そういう音楽聞かない。どうだろう。まあ、アニソンかな。アニメあんま見ないんですけど、アイドルマスター、アイマスが好きなんで、私。アイマスの、デイマスの、アイドルマスター、シンデレラガールズっていうコンテンツなんですけど、その曲はよく聴きますね。アイソンって歌曲多いね。自分も読みたいな。なんで神妙みんな撮ってさ。うおー、いいじゃん。分かってんじゃん。神妙で言うを言いたいよね、ライブで。落ちサビとかで。ちょっと。いいわ、アブちゃん分かってるな。アイのライブだったとさらに見える。分かった、今度楽しみなの教えてくれようよ。いいよ。うわー、アブちゃん同志だわ。うわー、テレビないけど、この家に。アニメ見るんだ、アップちゃん。アップちゃんの性格も見るんだ、アニメとか。ついアイドルに夢中で、アニメ見ないかと思ったけど。嬉しいな。よし、じゃあ、化石を鑑定するか。化石を鑑定して、午前の収録を終わりましょうかね。風太くん、起きて。ゴー。はすみません、はい、今日ちょっと話してないけど次の鑑定はい2個あるからね。ごめん、カメやったらいいな。売れるからね。セガティデックスの頭。なるほど、なるほど。ほっほー、1つなくしてるから。セガティ頭きたー。かぶんなかった。そう思いました。かぶったー。やった TVX がやっと揃った。パート52くらいにして TVX 揃った。ダブった2つきた。これでやっと部屋に飾れる。やったー、嬉しい。 TVX 嬉しいよ。どうぞね。なるほど。ほほー、これもいいのか。マンモスの体、マンモスの体起動しないよね。頭は起動したけど。じゃあ起動しちゃう。よろしいです。はい、甘えさせて、甘えて。お、
いうことは、山下、アンモス監視です。いやー、いいですよね。すいません。ちょっとマンモスに語ってよろしいですか？語ってちょうだい。そうですか、そうですか。お任せください。それでは、ご飯。アンモスはですね、ブランド機は戦いたいと思ったゾウに頼むことです。先生に手を引いても、現在ゾウの直接祖先ではありません。それと、一口マンモスと言いやすいようにして、現在ゾウの子供から思いつけたもので、そもそもサイズが存在していました。生存した動物たちが夏最強で生きていたので、氷漬けに作ったこともあるんですよ。マンモスってね、生きなかったですよね。最後の女性たちの顔がないのですが、なんだか身近に感じてしまいますよね。ありがとう。ふとくんありがとう。間に合ってます。はい。よし。T-Rex の頭来たな。来た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 。どこにいますか？ここもう、はにわくんがいるからね、外れないんですよね、ここ。あ、じゃあ。とりあえず、次回かな。今回は、この辺で一回聞き入れたいと思います。いいね、そのトップバック。じゃあ、次回は、午後、13日の日曜日の午後のパートをお楽しみください。では、後編へ続く。